めっちゃ暑いです。やばい、この暑さ。なんか、草津温泉は暑いで有名らしいです。今テディベアミュージアムの前にいます。前ね、うささんブックハート城来たことあったんですけど、ここは知らなかった。ちょっと楽しみです。くまちゃん大好きで、私自分の部屋にくまちゃん3つ 3匹いて、そうめっちゃね、ここでくまちゃん飼って帰ったから大好きなんだよね。くまちゃんうさぎなのに確かにちょっとなぎちゃんと一緒に行ってみます。桜中にいる。熊に抱かれてる。なぎうさです。かわいい、このピンクのクマちゃんいいね。春らしくて。確かに。なぎちゃんピンクのドレスに似合いそう。ああピンク、うん、あのマイタンが着てたピンクの衣装みたいな。そう、あれ着てほしいわあるといいね。この後にドレス体験して2人ともお姫になってきます。はい楽しみやね。ごきげんよう、なぎうさでございますの。ごきげんよう。ごきげんよう。私たちね、プリンセスなんですけど、もともとさらにプリンセスになってしまいましたね。ですわね。ね、ちょっと言葉遣いもね、気を抜いたら宮城弁が出てしまうんですけども、ちょっとね、今日はそれを置いたらおよしです。さっき金メダルなんだとか言っちゃってたけど、ちょっとね、今日はざますってことで、ですわ皆さん、私たちなぎうさは今どこにいるかっていうと、ででん、温泉好きなら絶対みんな知ってるよね。ここは群馬県草津温泉です。草津温泉です。草津だからね、草津温泉です。相変わらず湯畑は綺麗よね。ちょっと綺麗感じます綺麗よ、すごい綺麗。めちゃめちゃ綺麗なんですよ。こんな綺麗なね、温泉も私も初めて見た時衝撃的だった。なんか私仙台出身で秋保温泉しかね、20年間ぐらいさ知らなかったんだけど、本当にちょっとね、草津温泉を知ってから温泉街の概念が変わりました。若者めちゃくちゃ多かったんだけど、大学生だったかな。デートのおすすめスポットなので、ぜひ草津温泉にみんな来てチュッチュしてください。
皆さん、改めまして、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私たち、今日、本日、キャップの、うさなぎです。私、トップ47、3期生の星野うさです。じゃじゃん。で、今はね、もうさっき47の中でもエロ詐欺ということで、エロ担当、セクシー担当としてね、頑張らさせていただいてるんですけども、最近ね、めっちゃ TikTok とかの方力入れてて、もう毎日頑張って今投稿してるんですけど、TikTok だったり、あとマイファンズっていう方もね、ナオミお姉さんも撮っていただいた写真とかをたくさん載せていくので、マイファンズの方もね、皆さんぜひチェックしてください。ウサのファンクラブのウサのエチトワ日記っていうね、みんな書いてくれてるかな。そこにね、今度はね、普段ね、応援してくれてるから、有料のね、プランを買っていただいた人に、ウサさんがあなたのね、お名前を呼んで、ちょっと妄想シチュエーションをね、動画としてプレゼントしていく企画だったり、そうちょっとね、プラン増やしたいと思ってるので、ぜひね、皆さん、ちょっと、ファンティアの方もね、覗いて見てください。こんにちは。こんにちはかな。ママのなぎさです。今日は、前回箱根温泉で、デビューされた時、うささんと一緒にデビューして、で、今日、日本で一番有名な群馬県の草津温泉にロケで行ったんですけど、いろんな温泉、ロケ行って、温泉に触れて、やっぱなんか見て感じるし、今までスーパー銭湯とか多くて、こういう趣のある銭湯に行くことが少なかったんで、こういういろんな経験をさせていただいてることも感謝ですし、うささんに渋谷で声かけていただいて、一目惚れしちゃってこんなに大切にしていただいて、はい。これからたくさん幸せです。これからたくさんいろんな各種潜って、お店のレポートとか頑張っていきたいと思います。頑張ります。なぎうさで。ね、ハッシュタグ、うさなぎはガチ。ガチです。なぎさチャンネルね。私もなぎさチャンネルね、めちゃくちゃ見てるんだけど、マジでね、なぎさちゃんの自己紹介動画とか、みんなね、見てないやつね、人生の中でね、めっちゃ損するから、見た方がいいよ。なんか、まあ、プライベートっていうか、お宅の一面とかも、もうこんな可愛い見た目で、見ようかなんで。まあ、いろんな一面を語ったりとか、まあ、これからいろんなことをチャレンジしていこうと思うので、ぜひ、なぎさチャンネルのチェックも。お願いします。よろしくね。あと他にもマイファンズとか X とか、インスタグラムとかも更新しているので、よかったらぜひこちらも確認していただけると嬉しいです。だけどね、もう期待も星なので、もうお父さんもね、より一層気合い入れてね、なぎさちゃんの良さを引き出していこうと思うので、ぜひね、男性陣特に見逃さないでください。もちろんね、私たち男の子たちだけじゃなくて、女の子たちからもね、すっごいね、モテたいの、若者だから。そういう欲張りね。そう、だからね、女の子をね、見て楽しめるような温泉の、なんて行く時の服装だったり、ちょっとね、ルックブック的なのでやっていきたいなと思うので、ぜひね、女の子のね、ファンを獲得も頑張るように。頑張ります。それでは、なぎうさでした。応援よろしくお願いします。みんな、押してね。約束だよ。指切り。こんな嘘ついたら、なぎうさが、君のこと、いじめちゃうぞ。指切った。じゃあ、今回の動画も見てくれてありがとうございます。じゃあね。
この動画がいいなって思った方はチャンネル登録とグッドボタン、 SNS のリンクとかもね、いろいろチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。水出た。